どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、節ロシアかまんじゅうよ。関西の方言でせせこましい、ゆとりがないって意味の言葉じゃない。私は寛大な心を持った巫女だって有名なのよ。失礼ね。また変なこと言ってきた代わりに、今日も何か興味深い話を教えてよね。仕方ないが、まあいいぜ。じゃあ今回は、やらかしで干された。突然テレビから消えた芸能人9選を紹介しよう。霊夢はふと、あの芸能人最近見ないなぁ、と思ったような人はいないか？あ、たまに思うわ。昔はあんなにたくさんテレビで見かけたのに。で、そんな芸能人の中には、とんでもないやらかしが原因で干されてしまった人ってのもいるんだ。今回は、そんな、やらかしや不祥事、で消えた芸能人について、その理由を詳しく解説するぜ。中にはガチで逮捕されてしまった人もいるから、それが誰なのか注目してみてくれ。わかったわ、これはいろんな意味で興味の枠を話しね。早速解説お願いするの。よし、わかったぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、柏原隆さんだぜ。イケメン俳優で、いろんなドラマに出ていたわよね。柏原隆さんは、1977年3月生まれで、1993年に第6回ジュノンスーパーボーイコンテストでグランプリを受賞。翌年、テレビドラマ、青春の影、で俳優デビューしたんだ。一時期はいろんなドラマや映画に出ていたわ。けど最近、全然テレビで見かけないわよね。実は、傷害事件を起こしてしまったことが原因で、干されたと言われているんだぜ。傷害事件って、一体何があったの？2004年に路上駐車をめぐるトラブルを起こしてしまい、なんと相手の男性を殴ってしまったんだ。住宅街の道路で洗車している男性に、車が通れないのでどけてほしい、と柏原さんが頼んだところ、相手は車をどかすのを拒否したらしい。柏原さんは、じゃあお前が運転してみろよ、と言い返し、口論になってしまったそうだ。車がどかない状態の狭い通路を、お前が通ってみろよ、と柏原さんが怒ってしまったってことね。ああ、そういうことだ。その結果、柏原さんは相手男性を殴ってしまったという。この事件が明るみになって以降、仕事が激減してしまったんだぜ。そうだったのね。相手男性に非があった気もするけど、暴力は良くないわ。だが、柏原さんが芸能界から消えた、本当の理由、というのも囁かれていて、それによると、消えた理由はこの事件のせいじゃないとも言われているんだ。え、どういうこと？柏原さんは2004年に女優でモデルの畑野ひろ子さんと結婚しているんだ。しかし、この結婚が畑野ひろ子さんの芸能事務所幹部から反感を買ったと言われているんだぜ。反感って、どうして？柏原さんを、芸能界から消した、と言われているのが、当時畑野ひろ子さんが所属していた芸能事務所の代表取締役の A さんだ。畑野ひろ子さんは A さんのお気に入りだったようで、柏原さんとの交際や結婚に対してよく思っていなかったそうだ。彼に目をつけられた柏原さんが、芸能界で圧力をかけられ消されたという見方が有力なんだぜ。そういった圧力のせいもあってか、2006年に二人の結婚生活は終焉を迎えたんだ。これが、芸能界の闇？ってやつね。事実なら、事務所の圧力ってのが存在するってことよね。それで、柏原さんは今現在何をしてるのかしら？それがなんと、現在は俳優業を引退していて、女優、内田有紀さんのマネージャーを務めているらしいぜ。へえ、知らなかったわ。裏方として今でも芸能界に関わり続けているのね。しかも、マネージャーとしての柏原さんはかなりの敏腕だそうだ。それに二人の関係は女優とマネージャーというだけでなく、恋人同士だということが公表されているんだぜ。そうなのね。現在が意外すぎだけど、幸せなら何よりだわ。次に紹介するのは、佐藤珠緒さんだぜ。何歳になっても可愛い、元祖ぶりっ子キャラのタレントさんね。佐藤珠緒さんは、1973年1月生まれで1988年からグラビアモデルとして活動をスタートするぜ。1995年に、常緑戦隊オーレンジャーの丸尾桃、大ピンク役に抜擢されたことで人気を得るんだ。以降は、みんなが知る感じの、ぶりっ子キャラのタレントさんとして大活躍していったわよね。少し前まではあんなにたくさんテレビ番組に出演していたのに、今じゃ全然見かけないわね。それが、彼女はどうやら事務所の社長と裁判沙汰になり、それが原因となり干されてしまったらしいんだ。え、裁判って、一体何があったの？彼女の母親が事務所から借金していた約1000万円が未返済になっていること、さらに彼女が美容整形の仕事をドタキャンして事務所が損害を受けたことを理由に、2012年に事務所社長から裁判を起こされたんだぜ。なかなかにヤバそうな感じね。それで、
裁判の結果はどうなったの？玉尾さんは母親の借金は認めつつも、事務所と返済方法についての取り決めはしたが、守られていない、と反論したんだ。美容整形の件については、死亡吸引で施術を受けた二の腕がパンパンになり、人に勧めるべきではないと思った、と主張したそうだ。こちらは、結局事務所側の訴えは棄却されるという結果になったらしい。じゃあ、訴えを起こした事務所側にも非があったってことになるわよね？ああ、そうだな。だがそれでも訴えられた時点で、世間のイメージは悪くなってしまったんだろうな。それで、佐藤珠緒さんは今はどうしているの？テレビであまり見かけなくなったものの、現在も事務所には所属しないまま芸能活動を続けているらしいぜ。もう事務所とのトラブルはこりごりなんでしょうね。個人的には、またテレビで活躍する佐藤珠緒さんが見たいから、頑張ってほしいわ。次に紹介するのは、中森明菜さんだ。言わずと知れた、伝説のアイドルよね。中森明菜さんは1965年7月生まれで、1982年、16歳の時に、スローモーション、で歌手デビューを果たすぜ。そこからの人気ぶりは言うまでもないわよね。アイドルって枠に収まらない歌唱力、本当にすごかったわ。けど、中森明菜さんも色々あって芸能界を干されてしまったのよね。そうだな。端的に言うと、人気アイドルとの交際からの自殺騒動や、その後の体調不良が原因となってしまったぜ。中森さんは1989年、当時人気絶頂期だった近藤正彦さんの自宅マンションの浴室で、血まみれになっているところを、帰宅した近藤さんに発見されたんだ。当時、中森明菜さんと近藤さんは交際、同棲していて、結婚寸前だった。マイホームに当てる土地購入費用の8000万円を、近藤さんに預けていたとも言われていたんだよ。そんな結婚も秒読みだった二人の間に、一体何があったのかしら？近藤さんの浮気が原因なんじゃないかと言われているな。しかも相手は当時明菜さんのライバル的存在だった松田聖子さんだった、という説もあったぜ。当時は聖子派か明菜派かで派閥が分かれてたわよね。事件後、明菜さんと近藤さんが金屏風の前で記者会見を開いたことも有名だよな。近藤さんが所属していたジャニーズ事務所が金屏風を用意して記者会見をセッティングし、結婚発表会見だと中森さんを騙して呼び出したと推測されているんだ。だが、実際の会見では二人は恋人関係であることを終始否定したんだぜ。これもジャニーズ事務所からの指示らしい。でも、明菜さんはその後も順調に芸能活動を続けていたわよね。それがここ数年で見なくなっちゃったのはどうしてなのかしら？中森さんは、金屏風事件、後は事務所を独立したが、リリースする曲も1位を連続で取るなど人気は健在だったぜ。だが、彼女は2010年に帯状疱疹を発症し、それを理由に無期限の活動休止を発表したんだぜ。ここまで中森さんの体調が悪化してしまったのは、前述の騒動の時にメンタルに傷を負ってしまったことが原因となったと言われているぜ。急に人前に出れなくなったのは、病気が原因だったのね。それはかわいそう。その後は回復と再発を繰り返しつつも、今は楽曲の印税や、イベントでの収入を得ているそうだ。中森さんの楽曲は、今でもカラオケで大人気だものね。今はメンタルが安定するまで、彼女なりのペースで無理せず活動してほしいわ。そうだな。待っていたら、いつか完全復活してくれるかもしれないしな。次に紹介するのは、野久保直樹さんだぜ。懐かしいわ。ヘキサゴンで売れて、羞恥心、として大活躍していたわよね。野久保直樹さんは1981年5月生まれで2005年に俳優としてデビューしているぜ。2006年11月に初出演した、クイズ、ヘキサゴン2で、イケメン俳優ながらおバカタレントとして人気を獲得したんだ。当時の人気ぶりはすごかったわよね。古野武さん、上地雄介さんと一緒に羞恥心として楽曲デビューしたし。でも、今は野久保さんだけテレビから消えている状態だけど、何があったの？どうやら、当時の所属事務所とのトラブルが原因で干されたようだぜ。タレントさんの事務所絡みのトラブル、多いわね。当時、彼は大手芸能事務所の渡辺エンターテインメントに所属していたんだ。羞恥心での活動も大成功を収め、これからというタイミングで、彼は個人事務所を作っての独立を図ったんだが、事務所側はそれを引き止めたんだ。その結果、トラブルに発展してしまったらしいぜ。なるほどね。せっかくそれまで育ててきたのに、稼げるようになった途端にこれじゃ、事務所が怒るのも仕方ないわよね。このトラブルの影響で、仕事はすべてなくなってしまい、ヘキサゴン人気で掴んだ知名度もすぐに消え去ってしまい、今に至るぜ。芸能界って本当に怖いところね。それで、彼は今は何をしているの？バラエティ番組などでは見かけなくなったけど、現在も俳優活動は続けているようだぜ。
主に脇役として、テレビドラマや舞台などに出演中とのことだ。きっと、一旦は本当に消えかけたけど、その後に実力で演技の仕事を勝ち取っていったのね。こういう役者さんの方が、逆に息が長く俳優活動を続けてたりするし、今後に注目ね。次に紹介するのは、高部愛さんだ。女優としても、声優さんとしても活動した方よね。けど、彼女は、ああ、盛大にやらかしてしまっているな。そのあたりを、経歴を振り返りつつ解説するぜ。高部愛さんは1988年8月生まれで、2004年に第10回全日本国民的美少女コンテストでグラビア賞を受賞し、芸能界デビューを果たすぜ。高部さん、女性芸能人の登竜門出身だったのね。ああ、2006年にドラマ初出演を果たすと、その後は女優、声優と幅広く活躍していくぜ。キルミーベイベー、で五色や義理役に抜擢されたことで、声優界でも人気になったわよね。そうだな。だが、高部愛さんは2015年10月15日に、いけないお薬を所持していたとして逮捕されてしまうんだ。これはもう、やらかしってレベルを超えてるわよね。彼女は同年の10月から、侍先生、というドラマに出演予定だったが、もちろん降板となった。そして事務所との専属契約も解約され、このまま芸能界引退となってしまったぜ。彼女のお薬逮捕は、当時すごく驚いたし話題になったわよね。高部愛さんはその後、どうなったのかしら？2017年10月に、結婚と妊娠をされたと報じられたな。どうやら、逮捕の後に相談に乗ってくれた弁護士さんとご結婚されたそうだ。そうだったのね。じゃあ、今は芸能界にいなくとも幸せに過ごされているのね。よかったわ。次に紹介するのは、上原さくらさんだぜ。一時期はドラマやバラエティ番組に出まくっていた方よね。ああ、上原さくらさんは1977年3月生まれで、1994年に芸能界デビューを果たすぜ。女優として、ナースのお仕事2、や NHK 大河ドラマなど、数多くのドラマや映画に出演していたんだぜ。視聴者さんの年代によっては、女優さんとしてのイメージが強いって人もいるかもね。けど、一昔前はバラエティ番組でもよく見かけた気がするけど、最近はどうして出ていないのかしら？どうやら離婚調停中に起こした、自らの不倫が原因らしいぜ。そのダブルコンボはさすがに印象が良くないわね。詳しく聞かせて。上原さくらさんは一度目の結婚、離婚を経て、2010年に会社社長の男性と結婚していたんだが、2013年に離婚調停中であることがマスコミに明かされたんだ。この時、彼女は5億円の慰謝料を夫に請求していたらしいぜ。さすがに慰謝料としては法外な金額ね。しかし、離婚調停中にもかかわらず、彼女が不倫相手とホテルに入るところをスクープされてしまい、慰謝料がもらえなくなってしまったんだ。そりゃ当然よ、これはさすがに擁護しきれないわね。彼女はこの騒動により、テレビへの出演が激減してしまうぜ。世間や芸能界は、有名人の不倫に厳しいからね。その後はコンプレックスを払拭するために大学進学、卒業を経て、今は2019年にご結婚された一般男性との間に子供を授かり、少しずつではあるがママタレとしてタレント業も再開しているそうだ。一時期のお騒がせキャラの頃より、今は大人になって落ち着いたのかしら？今は小さなお子さんのためにも、タレントとして頑張って活動してほしいわね。次に紹介するのは、俳優の木下ほうかさんだ。演技派俳優として、長年活躍されていた方よね。けど、この人は最近やらかしが判明したんだっけ？ああ、そうだぜ。彼は1964年1月生まれで、1980年の俳優デビュー以来、長きにわたり活躍を続けていたが、2022年3月31日、週刊誌に女優二人への、性加害、が告発されてしまったんだ。これは本当にひどいわよね。どんな状況で被害が出ていたの？一人目は2011年に、演技指導という名目で木下さんの自宅に連れられ、合意があったそうだ。二人目は、いろんな監督を紹介してやれる、と木下さんに言われ、加害にあったらしい。どっちも、優位な立場を利用して関係を迫ろうとしてて立ちが悪いわね。この報道を受けて、木下さん自身も、一部事実と異なる点はあるが、概ね事実です、と認め、代理人を通じて、被害女性に対して誠心誠意の償いをすると発表したぜ。なるほど、木下さんはそこから活動休止になっているということよね。そうだぜ。このようなことをした自分が、皆様の目に触れる芸能活動をすることはできません、と述べ、無期限の芸能活動休止に入ったぜ。さすがに印象が悪すぎるものね。それで、木下さんは現在はどうしているの？それが、全くと言っていいほどその後の情報が出ておらず、不明なんだ。おそらく、人目に触れないように静かに暮らしているんだろうな。
こればかりは自業自得だし、仕方ないわね。次に紹介するのは、ショーン K さんだぜ。いい声、イケメンなお顔が特徴のコメンテーターさんよね。ああ、ショーン K さんことショーン、マクアードル川上さんは、1968年3月生まれで、アメリカ出身のラジオパーソナリティ、ナレーター、タレントだ。甘いマスクだけじゃなく、知的さを兼ね備えてて、いろいろな番組にコメンテーターとして出演していたわよね。そういえば彼も、いつの間にかテレビで見なくなったけど、何があったの？ショーン K さんは経歴、学歴詐称が明るみになり、問題視されてしまったんだ。知識や経歴が重要視されるコメンテーターで、それはまずいわね。彼の学歴は、テンプル大学で BA を取得、ハーバードビジネススクールで MBA を取得、パリ第一大学パンテオンソルボンヌに留学、となっていたが、2016年3月に週刊文春が、その経歴は虚偽ではないか、と報じたんだ。出たわね、文春報。この結果、実際にはテンプル大学ジャパンキャンパスを中退していて、最終学歴は地元熊本の高校卒、ハーバード大学も、パリ大学も、共にオープンキャンパスの授業を取ったのみと判明したぜ。これは完全なる学歴詐称ね。さらに日本人の母とアメリカ人の父を持ち、ニューヨーク生まれニューヨーク育ち、年商30億円の一流コンサルタント、ニューヨークを中心に世界7カ所にオフィスを持つコンサル会社の社長。これらの経歴も全て嘘だったということもバレてしまったんだ。今改めて見ると、さすがに設定モリモリすぎて逆にびっくりね。実態はエビスのオフィスは1ヶ月の家賃3万円のレンタルオフィス、外国の会社は全てペーパーカンパニー、本名は、川上慎一郎、で、熊本県出身だということも判明。少年期は虚言癖があり、ホラッチョ川上、というあだ名がついていたこともバラされてしまったぜ。青春時代の黒歴史だけは許してあげて、さらにはお顔の整形疑惑まで取り沙汰されて、あのイケオジフェイスは作られたものだと判明してしまったんだ。か、顔は整形だとしても、あの渋めなボイスは彼の自前だから。って、こうなると彼の経歴は全て嘘だったってことよね？ああ、そういうことになるな。この影響で、彼はテレビ、ラジオ番組への出演自粛を自ら発表したんだ。さすがにこれだけの詐称が盛大にバレてしまったらね。それで、ショーンさんは今は活動していないのかしら？文春の報道後は鬱を発症して、長野県の軽井沢で療養していたそうだが、現在は東京に戻って不動産会社で働いているらしいぜ。そうなのね。芸能界に復帰する可能性はないのかしら？現在も事務所には席を置いたままで、時々司会業などをやっているそうだな。だが、今後は積極的にテレビに出るようなことは考えていない、と本人は語っているらしいぜ。そうなのね。あのイケオジな雰囲気のファンは多かっただろうから、少し残念ね。最後に紹介するのは、元 SKE48 の山田樹奈さんだ。可愛らしい雰囲気な方ね。ああ、だが彼女は最大級のやらかしをしてしまっているぜ。なんと、アイドルを卒業して間もなく逮捕されてしまったんだ。一体何をしでかしたのよ。山田樹奈さんは1998年5月生まれで、SKE48 には2013年1月、6期生として加入。2015年に正規メンバーに昇格しているが、AKB48 の選抜総選挙では県外が続いていたぜ。トップクラスの人気を得ることはできなかったのね。そうだな。だが地道に活動し多くのファンを獲得してたようだ。2019年1月にグループを卒業してからは、引退はしていないものの芸能活動はしていなかったようだ。そして2021年3月、彼女は詐欺の容疑で逮捕されるんだ。元アイドルが詐欺って、やらかしすぎてるわよ。彼女は一体、どんな詐欺を働いたの？出会い系アプリで知り合い、会った男性に、儲かる投資のノウハウを教える、として、システムの使用料、指導料と称して現金約50万円を騙し取ったらしいぜ。がっつり詐欺を働いているわね。元国民的アイドルなのに。どうやら彼女は4人ほどのグループでこの行為を行っていて、100人以上から合計5800万円以上の金額を騙し取っていたそうだ。山田さん自身は、騙そうと思っていなかった、と述べていたそうだ。さすがにこれは言い訳に聞こえちゃうわね。その後、山田樹奈さんはどうなっているの？現在どうなっているかは不明だぜ。彼女のすべての SNS が、事件後は更新されていないからな。山田さんの場合、卒業して芸能界から消えた後にやらかしたって感じがするわね。まあ、確かにそう言われたらそうかもな。どっちみち、彼女が芸能界に復帰することはさすがに難しいでしょうね。ということで以上が、やらかしで干された、突然テレビから消えた芸能人9選、だったぜ。予想以上のやらかしで消えた芸能人ばかりで、かなり驚いたわ。本当だよな。
活動自粛者や逮捕者まで出ているからな。何も問題を起こさず、地道に芸能界や YouTube 界で生き残っている人が、どれだけすごいかわかる動画だったわね。霊夢の言う通りだな。それじゃあ、今回の動画はここまでだ。動画への感想など、気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にも、おすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それではまたね。